宮野神駅は福岡県久留米市宮の神一丁目にある西日本鉄道の駅。駅番号は T25。急行列車が停車する。駅周辺の地名は宮野神であるが、駅名は宮野神である。島式ホームと単式ホームを組み合わせた二面三線の構造である。天城線が急カー部でほぼ直角に分岐するため、天城線ホームは弓形に曲がり、 ホームとドアの隙間が広い。注意喚起のため、その隙間の床に回転灯が設置され、列車が到着すると点滅する。天神大牟田線は相対式ホームとして2面2線を使用する。下りホームが天城線ホームとつながっている。天城線は1面1線を使用。ワンマン運転を行っているため、ホーム上にミラーがある。接近、通過、案内放送あり。また、 上りホームの階段付近は、後ろが壁のため特急が通過する際の強風によりものが飛ばされる場合がある。2019年度の1日平均乗降人員は2107人で、ある。早朝は窓口を閉鎖しているが、券売機と改札機は稼働している。各年度の1日平均乗車及び乗降人員は、下表の通り。 久留米市北部の筑後川北岸近くに位置しており、周辺部は住宅地となっている。駅の裏手を県道88号線が天神大牟田線に並行する形で通る。駅前に発着するバス路線はなし。駅西側約500メートルの国道3号線上に位置する久留米大橋バス停から久留米市中心部と栖市を結ぶ西鉄バス佐賀の路線バスが運行されている。 2007年3月29日までは、社会実験として、久留米市、コミュニティバスの千歳エリアグの人ルートが毎週月曜、木曜に1日後往復試験運行されており、当駅から道路線のパークタウン広場前バス停まで徒歩3分の距離であったが、現在は運行終了している。ありがとうございます。